はい今回の動画は Windows10 で設定メニューをスタート画面に表示させる方法を解説をします。ででこのですね Windows10 のいろんな設定をするときはです、ね、このスタートボタンをね、えー、クリックしてこの設定のところですよねこちらをクリックしてこの設定のね画面を開きますけれども、まあ、もちろんここから開いてもいいんですけどもね本当に頻繁によく使う設定などはですねここじゃなくてですねこのスタート画面のこちらにですね表示させることによってもっと簡単にアクセスすることができますんでね、まあ、今回はそのねこちらのスタート画面に、ね、表示させる方法っていうのを解説をします。 はい、じゃあそれではです、ね、こちらの設定の方を開いて、ですね、えー、まあ頻繁によく、ね、使う設定のメニューですね、例えばじゃこのシステムっていうメニューをよく使うよって言った場合は、ですねここでです、ね、マウスを右クリックします。はい、そうすると、スタート画面にピン止めというのが出ますので、こちらをクリックします、はいで。スタートにこのタイルをピン止めしますかということで、はいをクリックですね。はい、そうすることによって、ですねこのスタート画面の、まあ、まずは一番下の方ですかね、こちらにシステムっていうのが入りますので、まあ、これをよく頻繁に使うようであればね、ねこのドラッグでこう上の方に持ってってもらえれば、 このシステムのところにですねアクセスしやすくなると思いますので、このね設定の中でですねまあよく使うものがあれば、ねこれでピン止めしてもらえればという,ふうに思います。もうちょっとですね細かいところですね、例えばシステムを選んで、例えばですけど、じゃあこの電源とスリープのねこのメニューをよく使うよということであれば、こういう細かいところもですねスタート画面に表示できますので、先ほどと同じく、ここの電源とスリープというところで右クリックして、スタート画面にピン止めと。 ではいと。まあ動作は一緒ですね。そうすると、このスタートのところにですね、この電源とスリープというのが表示されますんで、まあこういった形でですね、この設定の、ね、メニューでね、本当に頻繁によく使うやつがあればですね、こちらのスタート画面の方にピン止めしといてもらえると便利かなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。